合流したシンデレラたちにアリスが戦いながら状況を説明する。ということはこいつらがライブラリに現れたのもナイトメア化したのも人気最下位のクルミ割り人形の仕業。そうか、最下位のせいか。よー、最下位というな。クルミ割り人形の体からあふれたオーラに思わずアリスも膝をつく。しかしそこで前に出たのは小さなモフモフたちだった。のファンシーバリアはあと少しだけ力が足りないようだった。そこへ現れたのはポムポムプリンとポチャッコを連れたハーメルンたちだった。キティちゃん、みんな大丈夫？手を取り合って再会を喜ぶ彼らを優しげに見ながらハーメルンがうなずく。美しい光景ですね。心が洗われます。ラプンツェルとハーメルンも異世界から来た者たちを連れて彼らの仲間を探していた。そして今6つの可愛いはここに集った。